テグラ・ロルーペは、ケニア出身の女子マラソン選手、陸上競技選手、女子マラソン元世界記録保持者、少数民族、ポコト族出身。父には4人の妻がおり、兄弟が24人いる。1992年、欧州の大会で、ドイツ人の高知県マネージャー、フォルカー・ワグナーと出会い、ドイツに生活の拠点を移し、マラソンを始めた。 1994年初マラソンとなったニューヨークシティマラソンで優勝。1998年のロッテルダムマラソンでイングリッド・クリス・チャンセンの持つ世界最高記録を13年ぶりに塗り替える2時間20分47秒で優勝しボーナス15万ドルを獲得した。さらに1999年のベルリンマラソンで事故の記録を4秒上回る世界最高記録を出し、 18万マルクを得た。2000年のシドニーオリンピックでは、無謀とも思われるマラソンと1万メートルの2種目に、出場となった。女子マラソンでは、途中腹痛に見舞われ、何度かおうするアクシデントに泣きレース前半で、早々脱落、13位に終わった。数日後に行われた1万メートルでは予選を通過、決勝でも、途中までは、優勝争いに加わったが終盤ペースダウン。 五位入賞に止まりメダル獲得はならなかった。2001年のベルリンマラソンでは、シドニー五輪女子マラソン金メダリストの高橋直子と共に出走しかし、高橋の世界最高記録狙いのハイペースに、序盤で早々ついていけずに、脱落、にいながらも記録は2時間28分台に終わった。テグラロルーペ平和基金を設立し、2003年以降、 国際陸連やケニア五輪委などの支援を受けて、故郷、カペングリアで平和マラソンを開催している。ありがとうございます。